人、物、金をテキサスへ、 CCIM のルークです。で、今ここアメリカ、そして日本で一番明るい話題といったら、翔平オタニですね。経済波及効果の分析で有名な関西大学の宮本勝弘名誉教授によると、2021年この大谷翔平の経済効果というのが約240億1674万円ということです。まあ、コロナ禍の中でこれだけの経済効果があるんですね。現地の明日7月12日には MLB のオールスターゲーム前夜祭としてホームランダービーが行われます。大谷選手は日本人として日本人選手としてですね、初出場するんですね。で、続く13日 MLB オールスターズゲームが行われます。どちらもデンバーで行われるんですけども、史上初となる二刀流でのオールスター出場ということです。残念ながらね、レンジャーズにも縁があるサンディエゴパドレスのダルビッシュ選手は、ちょっと体の調子が悪くて出れないということで、直接対決ができなかったので、残念なんですけども、とにかく、大谷翔平選手、すでにですね、33本の本塁打、33本目はすごかったですね。すごい長距離飛ばしました。そして投手としても4勝を挙げています。そういった大活躍の大谷翔平選手ですけども、その活躍の裏には何があるかということを中野塾長が数時間前の動画で話していますので、リンクを貼っておきます。ご覧になってください。ちなみに大谷翔平選手は天の六泊っていうところですね、今まさにこの絶好調にこうなっていくところにいるんですね。大谷選手と合わせてですね、ここ、ダラス、テキサスレンジャーズの本拠地が、アーリントンにあります。大谷選手の、エンジェルスと、レンジャーズの、試合がですね、8月の2日から5日まで、ダラスで行われます。MLB 公式戦ですけどもね。私はもともと1984年にダラスに来て、エンジェルスを応援してですね、その後、失礼しました、レンジャーズですね、を応援しており、その後、カリフォルニアのオレンジカウンティーに長く住んでいたので、そこの地盤の、エンジェルス、両方のチーム大好きなんで、こういうですね、両方のチームがぶつかる時っていうのは、どっちを応援しているのか本当に困ってしまうっていうことがあります。それは置いておいてですね、テキサスレンジャーズのこのアーリントンにあるスタジアム、グローブライフフィールドっていうのがですね、まだ新しくオープンしたばかりなんですけども、4月の段階で全米で初めて制限なしの、球場を全部使えるということでですね、4月の5日には、その初めてのゲームで球場が満席になりました。すごいですね。このコロナ禍の中でもう4月の5日には会員がこうね、もう満席状態だったということで、どちらもですね、コロナ禍の中ではこの明るいニュースということになっています。そのアーリントンなんですけども、アーリントンというのはテキサス州、ダラス経済圏の中でエンターテインメントのメッカになっています。もともとアーリントンに1961年にですね、シックスフラックスオーバーテキサスという遊園地ができまして、シックスフラックスは今、アーリントンに本部があるんですけども、北米、アメリカ、メキシコ、カナダで、27カ所遊園地を持っています。カリフォルニアにも、マジックマウンテンというですね、絶叫、マシンがもう 山ほどある遊園地があります。そんなことでですね、インターテインメントの中心で、さらにですね、この先ほど申し上げた、グローブライフフィールド、もともとですね、このすぐそばに、グローブライフパークインアーリントンという野球場があったんですけども、そこからですね、新しい、ところに移りまして、この周辺が、テキサスライブっていうですね、
もうスポーツを楽しむもうメッカになってます。ホテルからレストランからバーからいろいろなですね、エンターテインメントがあって、そこでスポーツを楽しめるということになってます。ですぐそばには AT&T スタジアムっていうのがありまして、私のブログも貼っておきますけども、ここはですね、なんとですね、普通に座ると8万席あるんですけども、立ち見席を入れると10万5千人も収容できるとい もう巨大なスタジアムです。ダラスカウボーイズの、ホームグラウンドなんですけども、このダラスカウボーイズ自体ですね、資産価値は世界一のスポーツチームということで、こちらのブログもですね下に貼っておくのでリンクを見てください。そんなアリントンですけども、他にはですね、そうですね、ビジネスの方でも、ジェネラルモータースが、大きな製造工場を持ってまして、今5300人ぐらい働いてるんですかね。他方何度採用してるんですけど、製造してるんですけども、2035年には電気自動車の製造をですねこうどんどんやっていくような今準備をしています。そういったですねいろいろエンターテインメントのメッカであるここアーリントン、私明日のブログではこのアーリントンで、日本円で、3000万円で買える物件を中をですねご案内したいと思います。楽しみにしてください。以上テキサスのルークでした。チャンネル登録よろしくお願いします。